こんにちは、アリパックサポートセンターの水谷です。今日はですね、英語の話をしたいなと思います。最近ね、読んだ本、まあ普段から、まあ、自分が読んでる本っていうのと、まあ、留学生の方たちに紹介できたらなと思って、こういろんな本、面白い本を探してはいるんですけど、今日はですね、この留学生の英語初級者の方向けに、初めのね、一冊になったらいいなっていう感じで探してて見つけた本です。Don't stand so close to me。Don't stand so close to me、ね、どんな意味かっていうと、そんな近くに寄るなっていう、ね、意味ですよね。でこれマスクがあるので、まあ、どんな本かなっていうと、最近の本なんですけども、まあ、コロナウイルスが、ね、2020年の、ね、初めに始まって、世界中に広がって、いろんな国で、日本でもそうですよね、カナダでもそうです。学校が、ね、ロックダウンになって、学校が休みになって、街中が、ね、こうストップして、ソーシャルディスタンス、リモートラーニングだったりとかね、そういういろんなことが起きる中、子どもも不安、大人も不安、何がいいかわからない、何が正解かもわからないっていうような、まあ、そういった時期がありましたよね。日本でもありました。そんな時の子どもたちの、まあ、心の、動きだったりとか、その友達同士でどうしたらいいんだろうねとかっていうような、ことを、書いた物語です。まあ、ページ数でいうと100ページ120ページぐらいですね。そんなに英語も難しくないですし、最初の1冊目としては本当に読みやすいかなと思います。でしかもですね、この、主人公はですね、この子たちは8年生ですね、8年生なので、日本語でいうと中学2年生ぐらいの、子たちなんですけども、そのね、お友達グループの中の一人のね、クイーンっていうね、女の子が、その子から見た視点で書かれています。つまり一人称で書かれているので、すごく読みやすいと思います。僕も一人称で書かれている本ってすごいなんかのめり込める感じがして、すごく好きなんですけど、これもそのクイーンっていうね、女の子 の視点から見た一人称の書き方がしてあります。で、こういったですね、幼少物語をね、読むことによって、その主人公が経験している、まあ、その状況だったりとか、まあ、出来事だったりっていうのをね、まあ、疑似体験する中でこう英語を学んでいくっていうのは、そのコンテキストっていうんですけど、そのまあ何だろう、その舞台の上というかね、その状況の上で英語を学んでいくっていうのはすごくプラスになるかなと思うので、ぜひですね、まあ、興味のある方はぜひ手に取って、で今カナダにいらっしゃる方は、まあ、リンク貼っておきますので、まあ、学校だったり、図書館で探してみて、もしこの全く同じのがなければ、このエリック・ウォルターさんっていうね、ウォルターズさんっていうか書かれた他のね、本を取ってみるといいんじゃないかなと思います。このエリック・ウォルターズさんっていうのはね、カナダのトロント出身の作家の方で、この方もですね、もともとは小学校の先生だったんですよね。で、5年生の子供たちを教えてて、なんとか自分の生徒たちが本を好きにならないかな、本を、本を読むことを楽しんでくれないかなっていうところから、自分が物語を書き始めて、それがきっかけで作家さんになって、もう、180冊ぐらい子供の本だったりとか絵本とかを、ね、出版されている方です。すごく、ね、読みやすい本なので、ぜひ最初の一冊として読んでいただければなと思います。でね、今日ですね、本当に2つ3つですけど、僕が読んでて、ああこんな言い方をするんだねっていう風な形で、状況と、そこに出てくる、まあ、文章っていうのをね、一つご紹介したいなと思います。で、コロナがね、この想像してほしいんですけども、カナダの中学校2年生の教室ですね、8年生の教室で授業が行われています。で授業が行われてて、でコロナが始まる、で先生がやってきて、みんなにちょっとお知らせすることがあるのっていう感じで、今、このコロナウイルスっていうものが広がり始めてきていて、これから学校が休みになるのよっていうようなお話をしている時です。そんな時にみんなが何それとか、どうなってるの、これからどうなっちゃうのとか、春休みはとか、ダンスパーティーはどうなるのみたいな話をしている時にね、一人のね、その主人公のクイーンっていう女の子が、自分のね、クイーンの、お父さんがですね、病院のね、緊急病棟で働いているお医者さん でお父さんからいろんな話をちょっとクイーンは聞いてたんですね。なのでクイーンはそのウイルスがどういうことかっていうのを少し知ってたんですよね。なのでそれをみんなの前に出て、ホワイトボードでこういう、ね、絵を描いて、この人がこの人に移っちゃうと この家で感染が起こってっていうことをみんなの前で説明したわけです。その説明して、まあ
すごいシャイな女の子なので、まあ、先生に言われて説明してって言われて行ってやったんですけども、まあ、その説明が終わって自分の席に戻ってきた時にね、クイーンさんがね、クイーンがこんな風に言うんですよ。I was just relieved to take my seat and get out of the spotlight. I was just relieved to take my seat and get out of the spotlight.、ね、この get out of the spotlight っていうね、最後のところが、このスポットライトから出るとこ、出られてよかったっていうね。あの別に本当にスポットライトがあるわけじゃないですか。みんなの注目の的になってるっていうのをスポットライトっていうふうに、こう彼女は、まあ彼女は言って、これは普通に言うんでしょうね。I'm glad, I was just relieved to take my seat and get out of the spotlight. ね、なかなかね、面白い表現ですよね。こういうふうにね、言葉を覚えていくんですよね。なんで、もしね、ご自身も、皆さんもなんかの注目を浴びて、ああ、よかった、終わった、ってね、I'm glad that I get out of the spotlight. I'm glad that I got out of the spotlight. みたいな感じで、使ってみるといいんじゃないかなと思いますね。こういうふうに英語の言葉、英語って学んでいってほしいなっていうか、単語を覚えていってほしいなと思います。二つ目がですね、僕もよく使うんですけど、まあコロナが始まって、大人たちがいろんなね、こう、なんていうんです、政策というか、いろんなことをルールをね、決めていきますよね。で、まあある時にね、その、なんだろう、こう、学校を、3週間、休みになりましたとかね、してなんでそんなことまでするのっていうようなこう会話をしている時に一人の方が、言うんですよね、これ結構いくつかのところで出てきたんですけど、このフレーズがね Better safe than sorry Better safe than sorry っていう表現を使いました。これどういうことかっていうと、まあ後で後悔するよりいいよねっていうね、Better safe 安全な方がいいよね than sorry、まあ、謝るよりはね、後でまあ後悔するだったりとか、後でまあ謝るよりはこう安全策で行った方がいいよねっていう時に Better safe than sorry っていう風に、なフレーズがあると。この物語の中でもシチュエーションとしてはコロナみたいな何が起こるかわからないとかね、例えば台風が来た、台風が来て、なんだろう、すごいこう土のう袋に土入れていっぱいこう、ね、こう水が入ってこないようにしてて、なんかこんなに高く積み上がっていて、こんなにすること、そんなにする必要あるとかって言った人に対して、you know, better safe than sorry みたいな感じでね、こう安全な方がいいでしょうみたいな形で使えるっていうフレーズですよね。そういう状況の中でそういうフレーズが使われるっていうふうに、覚えて思ってもらえるといいなと思います。最後にですね、3つ目ですね、そのクイーンとね、なんだろう、クイーンとそのお友達のアイザックっていう子がいるんですけどね、ある日ね、アイザックとクイーンがちょっとまあ距離取りながらそのショッピングモールの方に歩いていくんですよ。ショッピングモールの方で、これがねブレイクダウン、パンデミック始まってロックダウンが始まって、多分本当に1ヶ月とか経って、で何の店も開いてない、ガソリンスタンドと病院と、まあ、スーパーぐらいしか開いてないとかっていう時に、2人が歩いていくと、そのいつも行くショッピングモールの近くにあるそのアイスクリーム屋さんがあるんですよ。でもそのアイスクリーム屋さんは閉まってるんですよ。でそこでね、そのアイザックっていう男の子が、言うんですよ。 I'd kill for a Rocky Roll Triple Scoop right now. I'd kill、ね、私は殺しちゃうよみたいな、何でも殺しちゃうよって、まあ、もちろん小学生は8年で中学2年生の男の子と女の子が歩いてて、俺は殺すぜみたいなことってあるわけないですよね。なんだ、ロッキーロードトリプルスクープっていうのは、こうスクープってこう一回こう、こうなんていうんです、人すくいですよね、ことをスクープっていうんですけど、まあトリプルスクープはきっと三段っていう意味なんですよね。まあそのアイスクリームを見て、I'd kill for a low triple scoop っていうと、それものすごくそれが食べたい、それを手にするためだったらもう何でもするのになっていうような表現で、 I will kill for、ね、何かが欲しいけどそれが手に入らないっていう状況で、その I will kill for っていうね表現が使えるわけですよ。こういうふうに、状況としては、学ぶ状況としては、アイスクリーム屋さんに行く、でもアイスクリーム屋さんはやってない、だけど あれ食べたいなっていう時に I will kill for a raw triple scoop
now っていうような感じで、使っていくってことですね。こんな風に、まあ本を読みながら物語を読んで、その主人公登場人物が経験していることをこう疑似体験するっていうのが本ですよね。その中で笑えたり泣けたり怒れたり怖くなったりとかっていう感情が動くことによって、その感情と一緒に言葉を覚えていくっていうのが僕はすごく大事だなと思います。なのでもしね、これが多分なんだろう、もし、なんだろう、これがカナダで行ったらそれこそ小学校5年生6年生が読む本なのかもしれない。でもそこからスタートして順番に、5年生の本を10冊読んだら次6年生の本を読めるでしょう。6年生の本を10冊20冊読んだら中学校1年生の本を読めるようになる。そうやって自分の年齢まで階段を上っていくと、自分の同い年のカナダ人と同じような本が読めて同じように渡り合えるんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひですね、まあ、これからもねちょこちょこっと、まあ、本紹介していきたいなと思うので、ぜひね、このリンクどこかに貼っておきますので、何かのきっかけの一冊になるといいなと思います。そして、英語の、ね、読書がですね、あなたにとって勉強から趣味に変わるとすごいことになるなと思いますのでそんな日が早く来るといいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ハリファックスサポートセンターの水谷でした。